はい、こんにちは。ニース、フランスからお届けしてますミラクルです。こちらはね、テラスになります。暖かくなってきたので、春分の日以降にね、この机を出して、外で朝はコーヒーとかオートミール食べるようにしてます。はい。エスプレッソですね、これね。ちょっと音声がね、取れてなかったので、後撮りしてます。ご了承くださいませ。そうですね、本当になんかこう朝皆さんね、今日のテーマとしてなんか嫌なことがあった時、ショックなことが起こった時、どんな過ごし方をしていますか？そう、疲れたりとかすごい嫌なことがあったりとかした時、みんなはどんな風に自分を癒したりとか日々の生活をこなしていますか？実は私今回ちょっとショックなことがあって、3月お誕生日月だったんですよ。で、私の旦那さんのお母さんも誕生日が3月で、で、お母さんの方からね、そのお友達とよくやっぱりね、そのもうリタイアしてますので、いっぱいのお食事会をマダムたちがするわけですけど、もう家族でね、ほんと前から仲良くしてる方々、一面なわけですけどね、もうおじいちゃんおばちゃんたちに呼ばれてね、行ってきたわけですよ。でね、気は使うからね、まあ失礼のないようにと思って行くんですけど、まあ、隣に座ったそのフランス人のね、お母さんのベストフレンドみたいな人がいるんだけど、もうそれもマダムですよ、フレンチマダムね。が、まあ、ハキハキと物を言う方なんです。気持ちのいい方で私も好きなんだけど、なんかその方がいつになくなんかね、ちょっとたまにね、出現するんですよ。ハキハキしすぎて。そう。それはね、なんか旦那さんのとも、なんかお父さんとかもよく言ってて、なんか、そう、ちょっとそれは気をつけてほしい的なムードはあったんだけど、私に来ると思ってなかったの。そう、今回私に来たんです、それが。フランス語で、さあ、あなた、何年フランスに住んでるのかしらって聞かれたんですよ。え？と思って、はい。まあもちろんフランス語で話しますけど、もう2年以上になります、もう本当にって話してて。そしたら、もうちょっと喋れてもいいんじゃないの？って言ってきたの。そう、ニュアンス的にね。で、私のあなたいとこなんてアイルランドにいて4ヶ月ステイしてて英語ペラペラになったわよって言われて、ガチョーンですよね。空気がへってなったんですよ。私もそれ分かったんです。フランス語とか言語学習してる方って分かると思うんですけど、空気を読んで言葉グラマーやりすぎて、やるのも大事だけど、とにかくその、ね、なんか読みましょうって、すごくその力も大事だって言うじゃないですか。で、明らかに。そう、もうその人が言ってることも分かったわけですよ。おしゃべりはペラペラじゃないんだけども、その方がおっしゃってることとか、会話はちょっとずつ聞けるようになってきてるから、だから周りの人がなんかピンって空気がくぐったのとかも分かるわけですよ。前だったら分かんないです。はっきり言ってゼロからだったから。そう、もう全然分かんないですよね。もう。そう、だからそこがもう分かるようになっちゃってるから、この2年半とかでね。だからそこがなんか、何が起こったんだろうって、周り側、だからフランスの方はそこがすごいのが、いや、それは失礼だよ。それはもう人それぞれペースがあるし、人それぞれだから、それはあなた、今あなたがそれをね、彼女に言うことじゃないんじゃないのっていうことをね、もう男性女性のね、もう学校の先生とかもいましたから、そこに。言うわけですよ。で、私のなんか存在がなんか逆に消されていて、これちょっと私がなんか言った方が良くないと思ったんです、私的に。そう。まあ、割れ窓理論とかね、叩かれたらちゃんと痛いって言いなさいってみんなにね、お伝えしてる立場としては、そうやっぱ思うから、なんかこう、旦那さんにまず確認したんですよ。文字でね、そう。ちょっと、あなた、そう、今、横の人、私今、なんか今私ちょっと、若干叩かれてて、直接叩かれて、しかも比較されて、周りがそれなんか、ちょっと今、なんか、議論してる状態ですかねって聞いたら、そうって言うからさ、そう。そこでも私もなんかちょっと悲しくなってきたんですよ。なんか怒りもあったけど、もうそれはもうなんか私も経験してるから、いや、この人に今怒りをちょっと表現してもちょっとわかんないだろうなと思って、私はね、その時の表現の仕方としてはね、選んだんですよ。喧嘩する旦那に相談したんです、その時、今の文字でね、そう、見せて。ね、今、この人に、その一言はないんじゃないですかって、ひどいんじゃないですかってはっきり言って、傷つきますって
言いましょうかって言ったんですよ。あ、これマーケットです、はい、近所のね、毎週土曜日の朝に行ってます。で、そう、なんかそれもちょっと違うと思ったんですよ。ちょっとお年寄りだし、そう、またなんかちょっと ご家族もいらっしゃるし、他の人もいたからね。そう、これね、なんか役に立ったらと思うんですけど、そういう時どうしたらいいか、なんか腹が立つし悲しいし、だけど気持ちもちゃんと表したい、自分の存在として。だけどたくさん人がいるし、どうしましょうっていう時、私はね、その場離れました。無言で何も言わない、もう去ってに、あの荷物手に取って、あの旦那さんに一言言っておいて、うん、ちょっともう去るしっていうことで、あの、うん、あなたも、あの、一緒に帰りましょうって言って、そう、何も言わず、その場を去りました、もう、うん。この方法でいいと思います、私は、うん。あの、たくさんの方がいる場所でそういう気持ちになったりとか、辛くなった場合は、私それ撮ったんですよ。うん。これね、結構ね、個人的なね、状況でも使えるんじゃないかなとは思ってるんだけども、言いたくなった場合は言っていいと思います。なので、とっても大変だと思いますけど、うん。そう、だからそういうことで、それで私たち帰ったんですよ。で、まあみんなメール後からやり取りして、うん、っていう感じで、今メールがあるから本当に便利だと思いましたね、その時は、うん、だけどまあ謝ってほしいですっていうやり取りはね、傷つきましたっていうことをその方に伝えたんだけど、はっきり言ってマッドになりました。あの、謝られたところで心は解決しない。そう、だからね、皆さんもね、この話本当に何かの参考にね、していただきたいんですけど、やっぱり時間が必要だし、しばらく自分のね、内観にね、入るってことを私は選んだんですよ。それ公言したんですね。で、そうするとなんかすごく楽になったし、なんか安心感にまず包まれました。そう、なんかもう他の対応しなくていいと思ったから。そうで、そう、すごいなんか改めてなんかこう、ちょっとやっぱりショックなことがあったとって、私なんかうつうつするんだけど、いつも通り自分のそのデイリールーティーンケアとかもやるわけですよ、うん、ストレッチとか、うん、そう、だからその過程でやっぱそのなんていうの、人と話す時とか、そのレストランで出かけたりとする時とかに、うん、なんか周りは優しいのに、そういう出来事があったら思い出しちゃったんですよ、レストラン行った時にね。で、あ、いか、まだ私傷ついてるやって旦那に話したんですよ。そう、だからそういうことで、もしね、なんかショックなこととかがあって引っ張ってるっていう時は、もう本当にね、自分に激ヤマの激ヤマのいいね、ちょっと厳しくなってますよ、あなた自分にプレッシャーかかってますよって言って、そのいろんな出来事をね、教えてくれてるんですよ。自分にね、激ヤマできてませんよって、やってよって、もっとやっていいよってお知らせで多分怒ったと思ってて、で、私こうやってなんかストレッチしてますけどね、あの、まあ、体をね、まあ、筋肉、一応ストレッチ気持ちいいですし、あの、筋肉つけてれば結構可動が効くので、ショックな時っても動けなかったりとかもあると思うので、そう、ストレッチとかね、さっきみたいに朝ね、飲み物とか飲む時にちょっとでも外出るとこもいいと思うし、とにかく無理やり何かしないっていうことが本当に私は大事で、もうそのためにはどんなことでもしていいと思ってるんですよ。それだけ負担かかってるっていうのを、体の仕組み的にもやっぱり分かるから、やっぱりそう、やっぱひどいと病気とかしちゃうわけで、そうなんですよ。で、痛い目見るまで分からなくていいっていうのは、もう30代40代の方だったら分かるけど、20代の方もぜひね、本当にあの、覚えておいてほしいと思う。痛い思いするまで頑張らないでっていうことですね。そう、だからそのためにね、そのケアをね、今おすすめしてるんです。ストレスに私たち日本人は特に能力があったりとか、その想像力が豊かであったりとかね、するがゆえにね、あの、いいことなんだけど、あの、気張ってしまう、普通よりも、うん、そう、まあね、そういうことでね、ちょっと今回は本当にあの、自信をなくしました、フランス語に関してのそのコミュニケーションでね、落ち込みますね、やっぱり。だからそこで、あの、うん、時間がかかりますね。いろんな他の場面でね、やっぱりちょっと不安になりました。あの、私これでいいのかなみたいな。前思わなかったのに、そう。だからやっぱりね、その自分のその、うん、テリトリーで今度やっぱ小さくまたね、そう、うん、コツ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 と、また改めてね、その笑顔でね、あ、嬉しい、やっぱりできたっていうのをね、感じながらやり直すっていういいチャンスに、もう持っていくしかないですね。そう、大事なことなんです。で、それで時間が、
いきなりはもう無理できませんので、こうやってショックなことが起こって落ち込んだ場合は徐々に、うん、まずは認知して、そう自分でちゃんと守って、うん、無理しない、そして笑顔に戻っていくっていうことになっていきます。そうだからこういう段階段階でやっぱりね、節目に、ね、起こるんですよ、そういうびっくりすることが。でそこでまた絶対気づけるのでやっていくっていう感じ。はいはい、まあ、そんなことですね。何かのお役に立てれば幸いです。本当にありがとうございます。それではまた。